スズメバチに遭遇したら絶対にしてはいけないこと。スズメバチに出会った時、このようにうずくまってはいけません。特に子供や高齢者、アレルギーのある人は死亡してしまう可能性もあるため注意が必要です。刺されないためには具体的にどうすればいいのでしょうか。スズメバチと遭遇したらすぐにゆっくりとその場から離れてください。スズメバチは行動範囲が限られているため、その場にずっといると集中攻撃を受けてしまうからです。それに加えて、もしもあなたが黒い服を着ている場合、スズメバチに攻撃される可能性はさらに高くなってしまいます。その理由は彼らの天敵であるクマやアナグマ、テンなどが黒い色をしているため、黒を見ると狂ったように襲いかかってきます。また香水の匂いも蜂を刺激させるので、山などに行く際は香水は控えましょう。そんな危険すぎるスズメバチを撃退する唯一の方法があります。それはオニヤンマくんを身につけておくことです。クマにも立ち向かう勇敢なスズメバチですが、オニヤンマを見るとすぐに逃げ去ります。オニヤンマはスズメバチの硬い殻を食いちぎる強い顎を持っている上に、狂った飛行性能を持っているため、スズメバチは普段からオニヤンマのおもちゃにされているからです。スズメバチを捕食するのに毒は持っていない、圧倒的人間の味方がオニヤンマなのです。